皆さんこんにちは。2024年11月の星の動きが特に世界情勢や自然災害に大きな影響を与えるとされてます。この1ヶ月で私たちの生活にどのような変化が起こるのか、注目のポイントを見ていきましょう。11月6日、アメリカ大統領選が未来を決める。まず11月6日、日本時間にアメリカ大統領選が行われます。この時期、木星が双子座で逆行中です。この逆行は過去に見逃したチャンスを再び掴む機会を与えるとされ、特に政治や選挙活動に影響を与えるかもしれません。木星が双子座にあることで、コミュニケーションや情報のやり取り、協力関係が重視される時期となります。選挙期間中には言葉の使い方やメディア作戦が重要なポイントとなり、隠された情報や内部活動に焦点が当たる可能性もあります。こうした影響は共和党にとって有利に働くかもしれません。11月12日、射手座の水星と魚座の土星、コミュニケーションの試練と見直しの機会。11月12日には射手座の水星と魚座の土星が90度の角度を取り、緊張感を生み出します。このアスペクトによりコミュニケーションや情報の伝達が難航する可能性が高まります。特に物事を楽観的に捉える射手座の水星に対して、現実的で厳しい魚座の土星がブレーキをかけるような影響が出るでしょう。この時期は計画やアイディアが壁にぶつかり、再評価や修正を求められるかもしれません。また、重要な交渉や話し合いが遅延しやすく、誤解やすれ違いにも注意が必要です。しかし、このアスペクトをうまく活用することで、より現実に即した見直しや改善のチャンスとなるかもしれません。11月15日、土星逆行終了。11月15日、魚座で土星の逆行が終了します。この時期は停滞してた計画や取り組みが再び進展し始める兆しです。特にビジネスや長期的なプロジェクトにおいて安定を取り戻しやすい時期となるでしょう。11月15日、牡牛座の満月が地震を予兆。11月15日には牡牛座の満月が訪れます。この満月は実用的なエネルギーを強調し、物質的な面や経済の課題が表面化する可能性があります。特に金融や資源に関連するニュースが多くなるかもしれません。自然災害への警戒は必要ですが、地震に限らず広範な影響が考えられます。11月17日、天王星と火星が地震を予兆。11月17日には天王星が牡牛座に位置し、火星が獅子座にあります。このアスペクトは自然災害、とりわけ地震や火山の噴火の可能性を高めるとされています。特に日本や太平洋地域は地震活動の影響を受けやすい時期にあるため、十分な備えが必要です。また、火星の獅子座の影響により、技術的なトラブルやインフラの問題にも注意が必要です。11月21日、冥王星が水瓶座に移動し、変革を呼ぶ。11月21日には、冥王星が水瓶座に再び移動します。この移動は、社会全体に大きな変革をもたらす可能性が高く、特にテクノロジーや革新、そして個人の自由に対する意識が高まります。水瓶座の影響により、従来の権力構造やルールが崩れ、新たな社会のビジョンが形成されるでしょう。この時期には、個人と団体の間での対立や協力のバランスが試されることが予想されます。未来に向けた新しい道を模索し、変化を受け入れることが求められる時期です。11月23日、
射手座の季節が始まる。11月23日、太陽が射手座に移動します。この移動によりエネルギーの切り替えが感じられ、冒険心や探求の要求が高まります。国際関係においても新たな協力関係が生まれ、世界的な視点での交流が活発化する時期となるでしょう。旅行や学習の機会が増え、これまで知らなかった新たな発見がもたらせる可能性があります。11月26日、射手座で始まる水星逆行。11月26日から水星が射手座で逆行を開始します。この逆行期間は、特にコミュニケーションや移動に混乱を生じやすい時期です。射手座の影響により、国際的なやり取りや旅行計画に支障をきたす可能性があります。重要な会話が誤解を生みやすく、特に高い理想を追い求める時期でもあるため、期待が現実とかけ離れる場面が出てくるかもしれません。とはいえ、この逆行は自分自身の信念や目標を見直す良い機会でもあります。焦らず内省の時間を大切にしましょう。ご視聴ありがとうございました。